戸、白戸3を狙っていきました。まずは白戸のスリーポイントシュート、ベルかわしてパスを選択して決めました。ホリフィールド、いい合わせのプレーがありました。白戸からベル、ベルもスリーポイントはいいものがあります。決まりました。ベル今日1本目のスリーポイント。村上進入、かわしてシュート、いやいいですね、決まっています。周りの状況を見ながらスリーポイント来るか。オフェンスリバウンドは山形、ピンクのシュート決まっています。山形の今のオフェンスの流れいいですよね、はい、山形の切り込み隊長、さあ切り裂いていった、決めました。送ります、これを奪ったのは若島、さあファストブレイクなるか。アダムスが決めました。白戸はシュートを打たず、村上のスリー決まりました。いや頼りになりますね、はい、村上スリー狙うか、狙った。アダムスオフェンスリバウンド、ナイスプレー、いや難しいシュート決めましたね。いい一本が出ました。ルーズベルト、アダムベルがステップバックからスリーを狙った、決まりました。ベル今日2本目です。阿部がアウダをかわしてエンドワンです。となりましたが、そこをうまくかわして左手で決めました。ベル自分でいくか、外のアダムスがバンクショットで外のアダムス、村上のスリー決まりました。村上今日2本目スリーポイントシュート、外ホリフィールドオープンスリーだ、決まりました。万全の体勢から放ちます。ボールを外で回す山形、ベルがキープ、ステップバック3、今日は3本目のスリーポイントシュートが始まりました。青森の攻撃で始まりましたが、山形が奪って阿部優生、いやよく決めましたね、素晴らしい。展開を見ているかのようなこの第4クォーターのスタートとなりました。いやこのシュート大きいですよ。アダムス、さあオープン3は阿部流星だ、連発してきました、ね、ディフェンスが3人いる中で、はい、あの早い仕掛けですよね。さあアダムス3を狙いました、決まりました。アダムス今日2本目、これはタイムアウトを取らざるを得ません。阿部からフィンケ3来るか、来ました。今日1本目フィンケの3ポイント、フィンケのペリメーターショット決まりました。スリーを狙うか、スリー狙った、決まりました。フィンケ2本目、いやもう今ボールをもらった瞬間見ています、自分で行きました、タイムアウトですね、はい、ここで5点差となった。池田スピードに行ったところ、ブロックショットを下と回転、いや白戸選手から仕掛けますね、はい、仕掛けました。ベル外アダムスのスリー決まりました。すごい、大きな大きなスリーポイントが決まりました。ないんじゃないですかね、ベル選手の1対1ができない場合に両コーナーにシューターを置いとくということで、はい。